黙れ。で、お客様どものような方がどうしてお持ちなんですか。なるほど、3人では問題は誰が行くのか。ポストの温泉行きたいのです。では一人は直接誘われて。あなたは用事があって任務には参加できない。そうでしょ。いい、大人げない。そうでしょ。あれよね、そうし、影の英知のパワハラってやつ。ボスと温泉に入るのです。どうやらやるしかないみたいね。デルタがボスと温泉に入るのです。行くわよ。七影じゃんけん、じゃんけんポン。夏目です。私はゼータン。ん？それはデルタン。ではシャドウは本当にいないのね。語学友の話だとそうみたい。ボスの匂いどこにもないのです。頑張らないと。この前もその前もシャドウ様のお手を煩わせてしまったし、今度こそ活躍しないと。胃が痛い。それは完食しすぎのせい。本当はシャドウ様がいなくて安心したんじゃないの。その不節制でたるんたるんでないもん。負けられない。何それ。新製品、魔力で自由に色が変えられる。スケスケにもできる。スケスケ。スケスケは禁止よ。なら姫、過激なのも禁止よ。でもアルファ様、禁止よ。ある。うっ、いた。さっき異常な魔力反応があった。地下深く。もしかして私たち。間違いない。遊んでるだけだわ。いけないわベータ。このままでは今回もひ弱で可憐なエルフのお姫様で終わってしまう。そういうとこだよ。伝承では姫の涙だったね。はあ。何よ。自称可憐なエルフのお姫様。だったら何なの。影の英知に犠牲はつきもの。何やそれ。これは囚われのお姫様。うまいこと言ってないで助けてよ。さて。何それ。お尻にブスッと差し込んで快便にするアーティファクト。あ、ちょっと欲しい。どこがアーティファクトなのよ。副作用で体中の穴という穴から体液がダダ漏れる。もっとマシなもの作りなさいよ。むか。何よ。これだから胸にだけ栄養のいってるアンポンタンはもうボロ雑巾になるまで改造しちゃってもいいかな。マスターもブリッコは嫌いだって言ってたし。多分。どうして。うん、どうしてそんなひどいこと言うの。私だって頑張ってるのに。ガタガタ抜かしてねえで座ってろガキども。